さうさ、つむつむ、僕の名前はうさつむり。エソラごと計画始まるよ。というわけで始まりました、エソラごと計画でございます。皆様いかがお過ごしだったでございましょうか。今日はちょっとですね、弾けなくなってしまった楽器の話なんかをしたいなと思うわけなんでありますけれども、2019年10月にちょっともうピアノは無理かななんていうふうに思いまして、その後もどんどんとですね、キーボードギターというふうにですね、指が動かなくなるとですね、なかなか楽器っていうものはですね、弾けなくなってしまうもんなんだななんていうふうにちょっとへこんでいたんですけれども、最後の最後、2020年5月までですね、ウクレレが弾けていたので、このウクレレだけはなんとかキープしたいななんていうふうには思っていたのですが、残念ながらですね、さっき言ったように5月にですね、ちょっともうストロークがなーなんていう感じでなりましてですね、YouTube の方にもですね、なんか釈明をしながらですね、6月19日にですね、5月に弾いたやつをようやくアップしてなんていう感じで、YouTube も始めたばっかりで、なかなかですね、まあ手作業っていう感じのものだったんですけれども、ちょっとですね、周りの人たちと楽器の話になったり、歌の話になったりしたもんですから、焼き直してみちゃおうかななんていう感じでですね、手を入れてみました。仲間たちの飼っている生き物も紹介していたりなんかするので、これを基盤にできたらいいななんていうふうにも、またまたですね、むくむくとですね、そういうやる気が湧いているわけなんではありますけれども、そして思っていることがあります。 ALS の治療薬が開発されて筋肉が回復するっていう方向になったらばですね、やっぱり最初にやりたいのは楽器かななんていうふうに思っている次第でございます。そのためにはですね、関節の可動域ですとかですね、萎縮してしまうというところへんあたりをなんとかですね、ストップできたらいいななんていうふうには思ってますし、逆にそれをですね、維持することによってですね、薬ができてもですね、関節が動かなかったり萎縮しちゃっててですね、元に戻らないのはちょっと悔しいので、その辺を頑張らさせていただいている次第でございます。じゃあ聞いちゃってくださいませ。おい飼い主。飼い主、そばにいてくれてありがとうって言うけど、それはこっちも同じさ。ずっと一緒にいたいから、無理はちょっとしかしない方がいい。猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、魚類、鳥類、両生類、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、爬虫類、虫。おい飼い主、心配するなって声をかけてくれるけど、それはこっちも同じさ。俺たちは自分のペースで行けるから、お前も自分のペースで行け。猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、魚類、鳥類、両生類、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、爬虫類、貝。親バカでごめんなさい。なんやかんや言っても、うちの子がもう一番かわいい。猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、魚類、鳥類、両生類、猫にゃんにゃんにゃん、犬ワンワンワン、爬虫類、虫。おい飼い主、ずっと一緒にいようぜ。